それでは、ただいまより、合同記者会見を開会いたします。私の方から、参加している皆さんをご紹介させていただきます。小泉進次郎国会議員、自由民主党神奈川県 第11選挙区支部長、自民党横須賀市連合支部、同三浦市連合支部常任顧問でございます。よろしくお願いします。続きまして、牧島勲神奈川県議会議員、自民党横須賀市連合支部常任顧問でございます。よろしく。続きまして、竹内秀明神奈川県議会議員、自民党横須賀市連合支部常任顧問であります。はい、よろしくお願いします。続きまして、石川拓実神奈川県議会議員、自民党三浦市連合支部支部長でございます。よろしくお願いします。続きまして、田辺明人横須賀市市議会議員、自民党横須賀市連合支部支部長でございます。はい、続きまして、出口誠三浦市議会議員、自民党三浦市連合支部幹事長でございます。よろしくお願いします。そして私、大野忠之横須賀市議会議員、自民党横須賀市連合支部幹事長でございます。それでは、記者会見に入る前に、皆さんに、ご留意していただく点をご説明させていただきます。ご質問の際は挙手の上、私の方から指名後にお願いいたします。スタッフがお席までマイクをお持ちしますので、社名とお名前を名乗ってからご質問をお願いいたします。ちょっと時間が押しておりますけれども、8時ギリギリまで、させていただきたいというふうに思います。それでは、まず、ステイクラブであります、共同通信の飯沼記者より質問をお願いいたします。どうぞ。共同通信社飯沼です。ありがとうございます。私は3点伺いたいんですけれども、まず1点目がですね、今日総裁選対応の横須賀支部の緊急役員会とのことですけれども、本日の決定事項と申し合わせられた方針というのがあれば、簡潔に教えていただけますでしょうか。もう1つ目がですね、すでにこの事務連絡という形でいただいてますが、河野さんの指示ということで、これに、この指示に至った理由を教えてください。3つ目ですけれども、河野氏が示している、今回の総裁選にあたり示しているエネルギー政策について、ご自身のお考え、小泉さんに伺いたいんですが、ご自身のお考えを教えてください。以上になります。これ決定事項は支部長からの方がいいですか。どうぞ。はい、それでは改めて今日は皆さん遅い時間に雨の中横須賀までありがとうございます。今ご質問いただいた3点、私からお答えさせていただきます。まず1点目の決定事項ですが、これは基幹決定として横須賀市連合支部として今日お集まりをいただいた県議会議員の先生方、そして市議会議員の先生方、そして私、一致団結をして全会一致で河野太郎さんを総裁選で支持をするということを基幹決定をしました。これが1つ目です。そして2つ目、河野さんの支持理由でありますが、今お手元に皆さんにもお配りをしてある通り、支持する理由というのは、今までコロナ対策をワクチン担当としてもやってこられた中で、今の候補者で唯一コロナ対策を経験している直接の責任者であることも含め、そしてまた私からすれば、コロナの危機に合わせて気候変動の危機というのも忘れてはならないという重要課題として挙げている唯一の候補が河野太郎さんでもある。そういった理由がいくつか書いてありますが、やはり私としてはこの一つって言われれば、改めてこれだけコロナで日本も世界も変わるときに自民党も変わらなければいけない、そのときに誰が党風一新できるか、答えは明らかだと思います。今日も最大派閥の方から高市さんと岸田さんを支持すると、そういう発言があったというふうに私も聞き及んでいますが、これは言い換えれば河野太郎は絶対にダメだということで、そのことを一点を持ってしても、誰が自民党日本を変えられる新しいタイプのリーダーか明らかなんじゃないでしょうか。党風一新、誰ができるか、そういった点からも河野太郎さん、全力で横須賀市連合支部としても応援をしていきたいと思います。
最後、エネルギー政策ということになりますが、菅政権、コロナを最優先、第一として取り組んできましたが、一方で次世代のための礎を築くという政策分野も力を入れてきました。それがグリーンとデジタル、特にこのグリーンの世界で言えばカーボンニュートラル、さらに再生可能エネルギーを最優先の原則で国づくりを進めるというこの新たな方針を明確にエネルギー基本計画の中に位置づけることができたのは菅総理のリーダーシップ、そして、河野大臣の働きかけ、そういった連携抜きには実現することはありませんでした。私からすればそういった新しいエネルギー政策の方向性が揺り戻しを受けることなくぶらさず進めていただける候補は唯一河野太郎さんであると考えています。以上です。よろしいですか。谷君どうぞ。マイクお願いします。連日お疲れ様です。ニコニコ動画の皆さんです。冒頭ございましたけれども、大臣の動きとともにですね、党内若手が結成した党府一新の会、動き注目集まっております。新総裁はそれぞれの議員が自分で考えて選ぶべきだと主張しているわけなんですが、冒頭大臣からご発言ありました、ここに来てですね、派閥の締め付けが非常に激しくなっています。党風一新の会、派閥のトップに対してそれぞれに望むこと、期待することがあればぜひ教えてください。先ほど私、最大派閥が岸田さんと高市さんを応援する、そういう決定をしたということを聞いたという話をしましたが、河野さんは絶対ダメだというのが分かりやすいですね。それを受けて党風一新の会に参加をしている3回生までの議員も、その最大派閥に所属している議員もいますし、もともと一人一人の判断に委ねてもらいたいと言っている方が集まっているわけですから、ぜひ河野太郎だけは絶対にダメだというそういう機関決定に対してこちらに集って共に支えていただきたいと。そして河野さん、いろいろ攻撃されてますけど、なぜ河野さんこれだけ攻撃されるかというと、最大の既得権益と戦ってるからなんですよ。これはエネルギーもそう、カーボンニュートラルに向けては産業構造も転換しなければいけないですから、その今までのやり方でやりたい最大の抵抗勢力や既得権益と戦ってるからこれだけ攻撃される。そこに負けないようにするためには党内の力学じゃなくて国民党員の皆さんの支持を基盤にした改革に対する挑戦を続けなければいけません。ぜひ3回生までの議員の皆さん含め国民の皆さん、党員の皆さんに河野太郎に対する応援をぜひよろしくお願いしたいと、私からもお願いしたいと思います。ありがとうございますか。どうぞ。朝日新聞の戸田といいます。いつもありがとうございます。エネルギー政策に関するところでなんですけれども、河野さんがですね、かつて脱原発を強く掲げておりまして、先日の記者会見ではですね、原発について安全性が確認されたものは当面再稼働していくと、それが現実的だと述べています。でこう時間軸の話ではあるとは思うんですけれども、こうトーンとして上回っているのではないかという指摘があったりですね、こう歯切れの良さが河野さんの良さだったのにという声もありまして、小泉さんはこの変化をどう見ているのでしょうかというのが一つとですね、もう一つ無派閥ですが具体的にどう支えていくのか、例えば選対に加わるとか役職に就くなどのご予定があればお願いします。おそらく河野さんを批判したい、攻撃したい人が変わったとか、そういったふうに印象をつけたいんだと思いますね。言葉一つ一つをぜひ聞いてください。最終的には原発はゼロになる言ってますよね。河野さんの思いは変わってません。変わったと言いたい人が変わったと言ってる、そういう攻撃にも耐えられるように多くの仲間と共に支えていって、
日本をより持続可能な方向性に変えていきたい、そしてエネルギーの自立に向けて河野さんと共に歩む仲間たちを結集させたい、変わったという批判に決して負けないように共に応援したいと思います。2点目の関わり方、これはもう立場役職こだわりません。河野さんを総裁にする、そして総理にする、そのことがより一人一人個人個人が生きやすい、働きやすい、多様な社会を築いていくことにつながるんだと。そしてこれだけ日本も世界もコロナで変わっている中で、今までのやり方、発想、発信のあり方、とらわれない新しいタイプのリーダー、そういう強烈な声が必要ですよ。自民党もこの河野さんのような強烈な個性を持つ個人が躍動できる懐の深い自民党に変わらなければいけなくて、古き良き自民党に戻ることが国民党員の皆さんが求めている自民党ではないと思います。ありがとうございます。どうぞ。ご視聴ありがとうございます。 NHK 山田と申します。1点お伺いさせてください。昨日ですね、河野大臣、石破元幹事長と会談をして、挙党体制について言及されました。こうした動きどう見てらっしゃるかお願いできますでしょうか。自然なことではないでしょうか。総裁選挙勝ち抜くには一人でも多くの議員の皆さんに応援してもらわなければいけない中で、なぜ石破さんに応援を要請することが否定的に見られる面があるんでしょうか。私は全くそれが理解できません。応援いただいて、それを積み上げて戦わなければ勝てません。石破さんから応援されるんだったら河野太郎はやりたくない、なんでそんな理屈がまかり通るんですかね。さっぱり理解できません。何ございますか。テレビ朝日の原と申します。河野太郎候補をですね、支持する党内の若手の中からはですね、支持の理由として世代交代を掲げる声もありますけれども、この世代交代ということについて大臣はどのようにお考えでしょうか。党風一新だと思います。何がございますか。どうぞ。ここで北海道新聞の竹中と申します。先ほどから党風一新というお話をされていますけれども、古き良き自民党には戻らない、今の自民党のどういうところが一番ダメなのか、大臣どう思っていらっしゃいますでしょうか。どんな組織も変わらない、変わる必要がない組織ってないと思うんですね。特にこれだけコロナで世の中大きく変わっているときに、時代も変わっていて、コミュニケーションの、国民の皆さんとのコミュニケーションのあり方もだいぶ変わりましたよね。今この前総務省が発表しましたけど、国民の皆さんの中でテレビを見てる時間よりもスマホや YouTube やネット、こちらを見ている時間の方が長いという、そういったデータが出てきている中で、今回出ている候補の中で河野さんは最も国民とダイレクトに情報発信、コミュニケーションもできる強みを持っている、そういう河野さんのような強烈な個性を持っている、そんな議員が今回のある派閥のように河野さん以外を応援する、河野さんはダメだというような、ね、そういう自民党ではなくて、異質かもしれないけど強烈な個人個人を多様性として捉えて、全体の組織の魅力や力に変えていくという懐の深い自民党になること、仮にそういう河野さんだったらダメだという、ね、そしてその河野さんに対しても仮に石破さんに応援をお願いするから河野はダメだというような理屈がまかり通るとしたら、これって組織として健全な姿だと思いますかね。これでだんだん一人一人排除されていって、あの人と口を聞いたら上から睨まれるというような組織だったら、
どう考えたって健全な組織がないじゃないですか。今回そういった党風が問われているから3回生の皆さんたちが派閥に縛られない一人一人の個人の投票の意思を尊重してもらいたいって言ってると思うので、これからどんな決定があったとしても一人一人の議員の皆さんにはその思いをどうか大切にして河野太郎よろしくお願いしますと言いたいです。ありがとうございました。どうぞ。フリーランスライターの畠山道義と申します。よろしくお願いします。先ほど小泉さんは河野太郎さんのことを評して、情報発信コミュニケーションを取る力を持っているということをおっしゃいました。一方で河野太郎さんは、よく知られていることではありますけれども、ツイッターで、片っ端からブロックをするというですね、ブロック太郎というあだ名を、持っている方なんですけれども、河野さんは、出馬会見の時に温かい国と、いうこともおっしゃっておりました。批判的な声に耳を閉ざしてしまう河野さんが、その多様性とか、温かい国を、築けるというふうに小泉さんは思われるでしょうか。政治家はいろんな場で意見を聞く機会がありますので、ツイッターの批判的な声をブロックすることが全ての批判に耳を傾けていないということにはならないと思います。そして政治家ものすごい罵詈雑言を浴びますから、自分の精神的な健康を守るためにも、私は河野さんのブロックすることを私は支持します。支持する、支持します。自分の身を守るために、健康を守るために、全ての批判的な声に耳を傾けないと言ってるのではなくて、ツイッターの批判的な罵詈雑言とかに対して、礼節のないやり方に対してブロックをするという一つの選択肢を使ってるわけですよね。私は支持します。それ以外で批判的な声を聞く機会は政治家はいっぱいありますので、そういう機会も作っていくということですか。現にですね、 SNS がなかった時代から、私が12年前初当選した時だってツイッター多分ないですよね。ツイッター12年前あったか。ありました。でもそういう機会もそうですけど、私やってませんけど、外国の、英語発信やってますけど、とにかくいろんな機会で批判を受けます。街頭でも集会でも。ですからそこは一点を持って、すべてに批判的な声を受けていないということは当たらないと思いますので、ぬくもりのある国を作りたい、その思いとそういった行動は決して矛盾するものではないと考えています。河野さんは耳を傾ける方だという認識でよろしいでしょうか。私は比較的近く接する機会がありますけど、ものすごい聞く方ですよ。そういった河野さんの一面もこの総裁選で多くの方に見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございますか。真ん中の見ている一番いいな。フジテレビの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。お忙しいところありがとうございます。今ちょっと話にもすでに出かかっているんですが、河野大臣の今回の出馬にあたって、近くで見ておられて、河野さんのことをよくご承知の小泉大臣として、河野さんはその日本のリーダーとしてこういうところの資質がふさわしいというのことがあったら教えていただきたいのと、人間的にも政治家としてこういうところが素晴らしいというのがあったら教えてください。同じ政治家として見ていて、河野さんの突破力というのは政界の中でもやはり群を抜いていると思います。これからコロナの時代の中で問われる改革を実行できるかという、その時に突破力が不可欠なので、多くの方の合意や満足を起こらないようにして、みんなに気を使いながらっていうだけでは突破できない改革が山積しています。医療制度改革もそうだろうし、国と地方の関係もそうだろうし、統治機構改革もそうでしょう。
行財政改革もそうだと思います。そういう時に河野さんの突破力、私は今回の候補者の中で群を抜いていると思いますね。そして人間的にも、私は河野さんのコミュニケーション能力の高さっていうのは、間違ったなっていう時にそこを素直に謝れるからです。コロナ対策って難しいですから、誰もやったことのない未知なるウイルスの戦いの中で、時にはうまくいかないこともあるかもしれません。そして新たな知見が出てきて、今までやってきた対策が十分に想定しただけの効果が得られないようなケースもあるかもしれません。その時にその想定とは違ったことも含めて説明ができる、そしてうまくいかなかったことは素直にごめんなさいと謝れる、その上で理解を求めるために国民の皆さんに説明能力を発揮できる、私は河野さんの人間味っていうのはそういったところもあると思います。すいません、もう一問すいません、ましょう。奥の方どうですか。真ん中の奥の方、どういう手を。フリーの横田はじめですけども、河野さんが既得権益と戦って古い自民党をぶっ壊す候補だというふうに今のお話を聞いて思ったんですが、であれば森友再調査をなぜしないのか、この点について疑問に小泉先生は思わなかったのかが1点と、あと脱原発も封印しててですね、将来的な脱原発は言ってると言ったとしてもですね、お父さんの小泉純一郎さんは福島原発事故の後ほぼ5年間でほとんど原発稼働なしで電力不足にならなかったと、そこですぐ原発ゼロは可能だというふうにおっしゃってて、これが、脱原発の王道というか古い自民党をぶっ壊すことだと思うんですが、そこに踏み込まないのは安倍前総理への忖度もだいぶ、あるんじゃないかと思うんですが、森友再調査と脱原発をきちんと言わないことを、2点についてどう思われるのかお聞きしたいんですが、河野さんは明確にこの前記者会見の中でご自身の言葉で説明されていたと思います。政治家というのは限られたエネルギーとリソースをどこに最も集中をさせるか、その集中と選択っていうものが必ずあります。私は河野さんは今それを考えながらご自身で自分が最も傾注すべき、そういったところを考えながら発信されると思いますので、私は河野さんはちゃんとやってくれる、そういうふうに信じています。ぜひ河野さんにまた聞いていただければ。森友再調査は優先順位が低いということですか。やはり河野さん、そして私もそうですけど、未来に向けて将来に向けての課題に最大のリソースを割きたい、そういう改革志向を持っている同志ですから、そちらに私はリソースを割いている、そういう判断だと思います。原発で次にどうぞ、次の方いらっしゃいますか。どうぞ。時事通信の小沼です。河野大臣は昨夜のインターネット番組で小泉大臣についてですね、いろんな場で活躍してもらわないといけないし、それだけの能力がある人だと評価されました。河野大臣が総裁選に勝利した場合の政権運営や人事などに関してですね、何かしらやり取りをされているでしょうか。その前に総裁選勝たないと始まりませんから、まず基本的なことですけど、河野さんは防衛戦に挑んでるわけではなくてチャレンジャーです。本当に陣営上げて一人一人が必死になって、これは戦ですから、この総裁選絶対勝つんだと、そこに一丸となってエネルギーを傾けないことにはその先は見えてきません。今私の中で河野さん一人ではなくて河野陣営がその危機感と、これは切った張ったの世界なんだと、そういう世界の中で一人一人の議員の支持を集め、党員の皆さんの支持を集めることは生半可な努力ではできないということに立って、この総裁選を必ず勝ち抜いて新しい自民党、
新しい日本を作り上げるんだということがまず今考えていることだと思います。何ございますか。どうぞ。日本テレビの五感と申します。先ほどの質問とちょっと重なるところもあるんですけれども、現在の河野大臣のこのワクチンのことも含めコロナ対応のどういったところを小泉大臣は評価されているのかということが1点と、今後その河野政権が誕生した場合にどういった改革を進めてほしいかというのを具体的にお願いします。まずワクチンは菅総理のリーダーシップで誰もが100万回を突破すると思わなかった時に総理が100万回この号令をかけて、で実際にはピークの時は160万回いったと思いますね。でそれを実際にワクチンのロジスティクスの部分を担当したのが河野さんですよね。菅総理のリーダーシップの時に、そして自治体と医療関係者の皆さんや運送に携わってくれた全てのワクチン業務に関わった皆さんの努力が結集しなければ実現できませんでしたが、合わせて行政の立場でこのワクチンのロジスティクスを担当してワクチンの確保と交渉を海外のメーカーとも実際に直接やることができたような能力は、私は河野さんの能力なければここまで運ぶことはできなかったと思います。そして2点目、河野政権ができたらという話ですが、それをまさに河野さんは今政権の構想を含めて出しているんじゃないでしょうか。一つは間違いなくグリーンとデジタルの方向性で、菅政権で礎を築いた分野、これをぶらさずに改革を、最大の抵抗勢力既得権益がなんとかこのエネルギー政策を巻き戻そう、巻き返そう、躍起になって攻撃してますから、その攻撃に耐えられるだけの国民的な支持を集めたいですね。2人ございますか。再質問2人ございますか。あ、どうぞ。どうぞ。すいません、日刊スポーツの中山と申します。大臣、先ほど来もずっと自民党が変わらないとということを言い続けてこられています。変な話、お父様は自民党を壊しておられました。で大臣は新人の野党時代にも、党が変わらなきゃということをずっと訴えておられました。で与党に戻っても結局やっぱり党は変わっていないということもずっとこの間感じておられたということでしょうか。あと加えて岸田さんや高市さんでは党は変わらないと明確にお感じなんでしょうか。そのあたりをお聞かせください。派閥の中で高市さんと岸田さんは応援する、河野さんはしない、このことを思っても誰が自民党を変えられるかは私は明らかだと思います。そして自民党も変わらなかったわけではなくて、私も大臣になる前に自民党の中で厚労部会長をやりながら自民党の政策調査会、政調といいますか、この政調の改革とか、そして国会の改革、いろんな方の協力を得て、変わってきたところもいっぱいあります。しかしやはり今問われているのは党風一新のあの会の皆さんの主張にも表れている通り、特定の誰かと口を聞いたり支援を求めたらその瞬間からまた排除されるような対象になりかねないという、この体質はやはり異質じゃないですか。そういったことを変えなければ組織としては健全な姿だとは言えないと私は思いますので、東方一新の皆さんが派閥の決定にとらわれず一人一人の判断でと言っていたことを貫徹をしていただけるように諦めずに支持を訴えていきたいと考えています。どうぞ。あ、ごめんなさい、そちらの先生。すみません、テレビ東京の松並と申します。先ほどから河野氏に党風一新を期待されていると思うんですけども、今現在河野氏が表明している政策ですとか、そういったところにその党風一新の風っていうのは今見られるのか、どういったところに見られるのかっていうところと、あともう一点、そのコロナ対策を評価されて支持につながったと思うのですが、そのいつの時点からその河野氏の支持っていうのを具体的に本格的に考え出したのかといったところをお教えください。
河野さんのどの政策が党風一新かという最初の質問がありましたけども、私は河野太郎自身が党風一新だと思います。河野さんが総理総裁になれば日本も自民党も変わりますよ。そういう新しいタイプです。そしてその後にいつから決めてたかという話ですけど、私も今までの自分の投票行動を振り返ると12年前に河野さんに投票したんですね。私が初めて当選をして、その後に総裁選がありました。そして去年もですね、菅総理が立候補するとまだ表明していない段階で、私は河野さんが出るなら河野さんがやると去年もそう言ってんです。そして菅政権で共に安党を繰り広げたエネルギー政策の変更という戦いを共にやる中で、河野さんと共にこれからの改革を共に実現をしたいと、そういうふうに思っています。よろしいですか。最後の質問になります。お時間ですので最後の質問になります。TBS の岩永と申します。河野大臣の評価する点、先ほどおっしゃいましたけれども、一方でもっと改善していける余地があるんじゃないか、あるいは、小泉大臣から見てもう少しこういうところは河野大臣うまくやれるかもしれない、そう思う点もし何かあれば教えてください。だいぶ河野さん我慢をされてると思うんですね。この正式表明をするまでも私からすれば相当今までの河野さんの中で我慢してるか、絶対にお願いしても支援をしてくれないところまでちゃんと足を運んでたじゃないですか。そして今でもいろんな我慢をしながら多くの人の支持を得ようと頑張っていると思います。その中で時にね、怒りたくなる時もあると思うんですけど、そういった時に支えながら抑えるところは抑えてもらったりすることも、これからもっと必要になるかもしれませんね。でもそういったところもね、テープで取られて攻撃されて、そういったのが役所の中からも起きるぐらい戦ってるんですから、とんでもない暗闘がありますよ。エネルギー政策を変えるために戦うって、それぐらい生半可な戦いじゃないですか。それを私は支えたいですね。この攻撃に巻き戻したいという最大の既得権益の人たちからの攻撃に、私は河野さん側に立って共に戦いに行きたいと、そういうふうに思っています。あとはあれですかね、なんかこう普通な河野さんを求めずに、突き抜けるところは突き抜けていただけるようにお支えしたいと思います。ありがとうございました。8時から、大臣公務のため、これをもって終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。今いいんじゃないですか。原発すぐ即ゼロにできるって今いいんじゃないですか。電力足りてますか。すいません、これをもって終了させていただきます。誠にありがとうございました。